はい、皆さんこんにちは、かようまりのでございます。本日はですね、2022年版資格難易度ランキングということで、転職鉄板ガイドというですね、メディアに掲載されていたものからですね、ちょっとご紹介をしていきたいと思います。資格の難易度ランキングということで、10個を掲載させていただいたんですけれども、まずですね、第10位ですね、宅建士ですね。これはですね、もう言わずと知れたですね、非常にですね、万能な資格で、不動産業をやるんであれば必ず持っていて損はない資格であるということでございます。この資格を取ることによってですね、宅建手当というものがついてですね、給料アップにつながるということで、日本ではですね、一番人気の試験でございます。はい、私も持ってます。第9位、行政書士ですね。こちらもですね、法律関係資格では非常にですね、人気の高い資格でございます。行政庁に提出する書類とか作成の代理とかを行うような仕事なんですけれども、私もですね、行政書士は所有していますが、いまだに行政書士業務というのはやったことないです。はい、でもただですね、非常に人気で、若い方もね、いますし、かなりですね、年配の方も参入しやすい、場合によってはですね、かなりですね、活躍できるというところですので、人気は高い資格です。そして第8位ですね、日照簿記1級ですね。こちらもひろゆきさん、絶賛おすすめの資格です。そして7位、社会保険労務士ですね。働き方改革だなんだ言われているこのご時世でですね、非常に注目、人気が高まっている資格でございます。第6位、不動産鑑定士ですね。不動産鑑定士はですね、私もなかなか業務上縁がなかったんですけれども、以前不動産鑑定士の方をですね、 YouTube にお招きしていろいろとですね、お仕事のあれこれを聞いていますので、興味ある方はぜひ見てください。そして第5位、税理士ですね。税理士もですね、難易度は非常に高いと思います。これはですね、ただ1科目からですね、挑戦できるので、非常にですね、働きながら資格を取りたいという方には非常に人気です。そして第4位、弁理士ですね。弁理士はですね、特許とかそういったものを扱う資格なんですけれども、これですね、弁理士の特徴としてはですね、非常に学歴高い方が多いんですよね。やっぱり企業のなんか研究とかね、そういったところで働いている方が、必要だから弁理士を取得していくというパターンが多くて、何かしらですね、他の資格ですね、一発逆転系の資格とはちょっと特色の違う資格にはなっているんですよね。理系の資格で、非常にそういうことを考えるとですね、いろんな資業の中で一番募集団の質がいいというふうにね、言えるんじゃないかなというふうに思います。はい、そして第3位にですね、なんと司法書士が入っています。司法書士ですね、非常に難しい資格ですけれども、こちらもですね、当然、頑張ればですね、もちろん取得すること全然できますから、司法書士に興味あるという方はですね、私の他の動画もぜひ見てください。そして第2位、公認会計士ですね。これもですね、もう日本を代表する資格でございます。若い人がですね、受験生には多い印象があります。そして第1位、弁護士ですね。やはり司法試験というのはですね、難易度高いというところですよね。法科大学に行かなきゃいけないとか、そういった総合的にですね、取得のしづらさというのはありますけれど、あると思うんですよね。いずれにしても、会計士、弁護士あたりは日本のトップ難易度であるというふうに言えるというところでございます。はい、ここにまでですね、10個ですね、ご紹介しましたけども、日照簿記以外はその市ですね、侍業になってきます。で、日照簿記も含めてですけれども、この中のですね、資格どれを取っても、食べていけるというものであるというふうに思うんですよね。それが本当に資格の魅力ですし、どのですね、資格であっても独立開業できるというね、本当に資格っていうのもですね、素晴らしさというのを、ね、感じます。ただやっぱり難易度は、ね、資格によってバラバラですし、その難易度っていうのも、何をもって難しいというかによるんですけれども、例えば税理士なんかはですね、結構な年数をかかるというふうに思いますけれども、やっぱりこう働きながら取れるというそういうメリットもありますから、総合的に考えて、一番は自分がですね、何をやりたいか、それによって決めていくということが一番ですけれども、取りやすそうな資格から、興味を持ってですね、やっていくというのも、いいんじゃないかというふうに思いましたので、今日はですね、転職鉄板ガイドさんに掲載されていました、10選ですね、ご紹介させていただきました。はい、ということでですね、資格に関する、動画いっぱい出してますから、ここら辺のね、動画も多分ほとんどカバーしてると思います。興味ある方は見ていただければというふうに思います。ということで、皆さん今日は以上でございます。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。